こんにちは、よそやマスターです。今週はですね、第64回神戸新聞杯についてお話をしたいと思います。神戸新聞杯ですが、頭数がですね、15頭とですね、フルゲートに近いぐらい揃ってですね、里のダイヤモンドとしてダービー2着馬が出てきたりということで、菊花賞を占う意味ではですね、重要な一戦になるのかなと。日本ダービーのレースだけを見ると、里のダイヤモンドが、ナンバーワンのレース内容だったことを考えると、今回の神戸新聞杯でも構想必死なのかなと思います。で、対してですね、エアスピネルが逆転可能かというのかなと思います。次、ラジオ日経賞ですね。で、このメンバーからですね、ジョルジュ3区、あとですね、ロードバンドールといった先行馬2頭が出走してくると。で、実はですね、このレースなんですが、最初ですね、逃げていったのが、ジョルジュ3区ですが、途中からこの11番の馬にまくられたんですね。で、それで2番手の競馬になったんですが、どちらかというと福島の小回りでインコースが有利な馬場だったことを考えると、もう少し粘り込んでほしかったなといったのが正直なところですね。これ6着ですね。で、対してですね、ロードバンドールは、やはり、が出走してくると。名村新軍ですが、やはりもう条件級では力が違ったといった内容で、後方から差し切っての1着と。で、着差もですね、2馬身ありますし、ゴール前も余裕があったことを考えると、このメンバーでは力が違って、果たしてですね、この重賞級で通用するかなんですが、最後ですね、展開を見せしながら解説をしますが、まず逃げ候補としてはですね、ジョルジュ3区、ロードバンドール、あと、クラシックでも常に先行していたアグネス・フォルテ、この3頭が先行争いを演じるのかなと思っています。ただですね、でイモータルは厳しいと。で、基本的には里のダイヤモンド、このメンバーではちょっと力が。